説明していくんで、まあ、お客さんの中にはですね、今もまだその B 体移植あるんじゃないのみたいな感じで、お待ちの方たちもいらっしゃると思いますし、実際そういう声も聞いておるんですけども、うん、まあ、ここまで前半から後半までご紹介させていただいた中で、もう十分お分かりになっていただけたかと思うんですけども、うん、イスガイア5っていうのはですね、プレイステーション4、独占ということで完全に振り切って作ってますんで、うん、PS4 のスペックを前提にした、開発をしておりますんで、正直なところ、まあ、このままの内容をビータに移植するのは、まあ、無理です。はい、松田さん無理ですよね。はい、ディレクターが断言しております、うん、はい、なので、はい、そうです、そうです。でもこれあれですね、1000型か2000型が気になってきて。ああ、そうなんですね。ビータ1000型ですもんね。1000番台ですね。はい、これ1000番台、液晶雪ですね。はい、はい、でこれ相当サクサク動いてまして、本当不思議なぐらいなんですけどね、なんでこんなことできるのっていう話なんですけど、これビータ版が出るっていうとか、これ実は開発してるビータ版とかそういうことじゃないですよね。本当に、やってんじゃんじゃないと。本当にリモートプレイで、これリモートですね、はい、まあ、それぐらい違和感ないんですけども、うん、はい、まあ、実際この多くの機能の物量削らない限りビータ への移植は難しいんで、うん、まあ、携帯機への移植っていうのはやっぱニーズとしてあるのは分かってるんですけども、うん、やっぱ出すとしてもビータの次世代機を待つことになると思うんですよ、うん、ビータ2みたいなものが出ると、まあ、可能性としては出てくると思うんですが、西岡さんそんな話聞いてます？いや全然聞いてないです。全然だってビータまだ3年目ですよね。そんなもんですよね。そんなもんですよ、はい、うん、なんで電撃プレイステーションの編集長である西岡さんがまだ全く情報がないという、ビーターの続編、続編じゃない、次世代機、うん、飛んでないと思うんで、リスガイア5を楽しんでいただこうと思った時には、やっぱり PS4、うんうん、でビーターを持ってらっしゃる方においては、リモートプレイで楽しんでいただくというのが、最善の、遊んでいただき方なんじゃないかなと、うん、はい、特にこういうキャラ界ですとかね、アイテム界ですとか、そういったところをちょっと外に持ち出して遊びたいよっていう方たちいらっしゃるかと思いますんで、ぜひ、まあ、ビータ版の移植を待つなんかって言わずにですね、まあ、出ないんで、はい、リモートプレイに対応してますんで、ぜひとも PS4 版を遊んでいただければなというふうに思います。あれですからね、PS ビータだけじゃなくて Xperia Z2 でしたっけ、でもリモートプレイできますからね。はい、そうですね、うん、はい、で、まあ、そのリモートプレイを Z3、はい、ありがとうございます。実はもう出てますか、はい、今ちょっとリモートプレイの方の、紹介させていただいた後なんですけども、言いたいことがたくさんあって、すいません、11時にどうも終われそうにないです。あと5分しか、うまいじゃないですか。5分しかないんですけども、皆さんごめんなさい、ちょっと延長させてもらってよろしいですかね。ちょっと忘年会ということもありまして、皆さんともうちょっとゆっくりお話しさせていただきたいんですが、ちなみに僕もう東京帰れないですよね。そうですね、もうとっくに帰れないですね。とっくに帰れない、とっくに帰れないですね。はい、はい、じゃあ皆さんのご許可もどうやらいただけた。あ、お酒を飲んでいいんですか。すいません、ありがとうございます。そんなお気遣いまでいただきました。はい、西岡さんに美味しいものを食べさせてあげて、はい、ちゃんとこの後お寿司を用意しておりますので大丈夫でございます。万全でございます、はい、ということで、延長させていただきます。で、今ですね、カレー激辛カレー、激辛カレー、はい、今現在視聴者数の方が4798名、もうすぐで5000いきそうな勢いですね。すごいですね、はい、でコメントが、9301までいきました。すごい、すごい、ありがとうございます。はい、もうこうなったらね、来場者数5000、コメント1万超えるまで延長するぞぐらいの勢いかもしれない、ね、これ自然にいきますよ。いきますよね、いきそうな感じですよね、うん、はい、と思います。はい、
でもありがとうございます。はい、じゃあ松田さんありがとうございました。すみません、完全にあの背景になっちゃった。松田さんこれずっと立って今固定でしんどいポーズで今やってくださって腰に来てるから、ね。